します。こんばんは。第45代ミス宮古島飛騨の竹富美桜と申します。そして私の隣にいるのが沖縄市のエイサーキャラクターエイボーくんです。やんちゃな男の子です。どうぞよろしくお願いいたします。エイサーの演舞の前に少しのお時間ではございますが、宮古島のご紹介をさせていただきたいと思います。宮古島は大小6つの島からなり、羽田空港から直行便でおよそ3時間の場所に位置する沖縄県の離島でございます。6つの島すべてがサンゴが盛り上がってできたことから別名サンゴの島と呼ばれております。山や川がないため海に土砂が流れ込むことがなく、どこまでも透明な海が広がっております。そして2015年に開通した伊良部大橋の長さはなんとサンゴの島3540メートルあり、無料で渡れる橋として日本一の長さを誇っております。伊良部大橋から見える宮古島の海はバラエティに富んださまざまな青が重なって、思わずため息が出るほど美しく訪れる人々を魅了します。そして本日は宮古島の冬の味覚を紹介いたします。それは宮古島のメロンです。宮古島のフルーツといえば夏はマンゴー、冬はメロンなんです。サンゴの島ならではの土壌が、水の管理が命のメロンにとってたっぷりの土壌、ぴったりの土壌なんです。日本最南端のメロンの産地宮古島のメロン、ぜひ一度味わってみてはいかがでしょうか。そして今日は宮古島の冬の味覚を紹介したんですが、これからはエイサーの演舞によって沖縄の夏を体感してください。タンディガータンディ、ありがとうございました。